じゃあデート行くときに何を着たい？あ、でも私スカートが多いかも。なんか若い間しか着れないから、今いっぱい着ようと思って、スカート多いかな。綺麗な自分で写りたいみたいな。可愛い自分でっていう感じ。今日はあの原宿に来た理由は香水探し。なんで2人は今日スカート選んだんでしょう？おー、なんとなくなんかなんだろうね。なんでなんとなくワンピースがいいなみたいな。ワンピースのレースのワンピースと、ここはここはなんかスカートっていうか中一応つながってるんですけど、あ、スコートですかね、スカートみたいな。なんだろう、なんかロングブーツ履きたいなと思って。ロングブーツならスカートがみたいなのが多いんですか？短パンよりスカートかなみたいな。スカートのいいところは何でしょう？女の子らしいみたいな。可愛いから履くことが多い。スカート私も普段履かないから久しぶりでね。見たことないよね。初めて見た。そうなんですか。初めてですか。気分がこんな感じだったんですよ、ね、原宿だからこそ。そうですね、東京だからまあいっかみたいな。気合い入れたなって思ったんですね。気合入ってます。会った瞬間どう考えました？どう思いました？可愛いって思いました。頑張ったじゃないですか。もうちょっと聞いた方がいいじゃないですか。ねー。初めてってことはスカートとズボンの割合は何パーセントですか？スカートが 40% でズボンが 60% ぐらい。うちはズボンが 90% くらいかな。1週間の中で何回くらいスカート履いてますか？ 2,3 回ぐらい。基本的は履かないです。ゼロ。美容学生なんですけど、今自習多くて動きやすくてなんか床に座っても大丈夫そうなジャージとかそういうのばっかで。美容学校でジャージ？ジャージです。今そうです、自習多くて大変。自習カットしたり。そうか、作業が今結構あるからこそ動きやすい服が大事ですね。その作業がない時には結構みんなお互いなんか気を、なんかめっちゃライバル感覚じゃないですか？いや、何も。授業じゃない学科の日は基本的に寝れる感じで来るから、結局ジャージみたいな、だるぎってなっちゃいます。学校だからいいかなみたいな。でも原宿はちょっと違う。まあ遊びに来たから今日は。個人的にスカートとパンツの違いは何ですか？なんかあんまその下着が見えるとか気にならないかな。別に。確かに。大胆に座れたりするし、何も気にしないで動けるのがズボン、パンツ、ね、自由って感じ。自由。じゃあスカートのいいところは？かわいい。じゃあズボンは実用的、スカートはかわいい。はい、OK です。あ、じゃあデート行くときに何を着たい？あ、でも私スカートが多いかも。全然ズボン履くけど、フレアパンツとかそういう感じ。スカート風なパンツ。なんかそう広がったような。はい、なんで、はい、スカートでしょう？スカート、あ、私ですか？ね、あ、私なんかワンピースなんですけど、ワンピースって結構あの楽ちん。ワンピースなんですね。あ、そう、中はワンピースなんですよ、これ。ロングのワンピースで。あ、コートで。あ、ちょっとここが、あの、なんか、リボンみたくなってて。シンプルなワンピースです。結構あったかそうですね。あったかい、暑いです。ヒートテックも着てます。わお。もう、あの、汗楽です。じゃあ、あの、日本人女性で、はい、何でスカートが多いんですか？え、外国人あんま履かないですか？ドイツはほとんどないです。確かに。外国人の方ってすごいスタイルいいじゃないですか。足が長くて。で、パンツとか履くと、あ、スタイルいいな、綺麗だなって思って、日本人って結構なんか、洋な下着っていうか、なんていうの、スカートとかだとその、足が太いのとか、隠せる。どうやって隠せるんですか？だからズボンとかピチピチってなると、その結構お尻のラインとか、外国人の人はあんま気にしない人もいるじゃないですか。日本人って結構、と足太いから短いスカート履くのやめようとか気にしちゃうんですよ。あの、スカートだからこそ隠せる。そう、着痩せできるみたいな、その自分の体型に合わせて、みたいな。あ、スカートの割とズボンの割は何割ですか？私ですか？もう半々くらいです。どっちも着ます、私は。じゃあ、自分の人生の中で一番短いスカート着た時期は？高校生の時とか、その、学校終わりに原宿遊びに来たりとかして、もうスカート3折りとか5折りとかして、膝上
10センチとか、多分ここら辺で、今はもう寒いから出せないですけど。おー、じゃあ高校の時には一番短かったんですか？そうですかね、はい。若い時ではやっぱり。でもなんか、やっぱ若い高校生とか中学生は全然多分気にしないで履きますよね。ちょっとやっぱ大人になって年齢重ねてくると、ちょっとなんか足出すの恥ずかしいなとかは思っちゃうかもしれないです。だんだんそうですね、年齢ごとに長くなってくるかもしれないです、日本だと。はい。私たちは4人グループで、YouTube アバモンというグループで活動してます。アバモンは、アーバンスポーツの略で、スケボーとか、パルクールとか BMX とかをやるスポーツで、私はパデルダブルスで組んで、オリンピック目指そう、スポーツを通して、アーバンスポーツを広めていきながら、自分たちも上手くなろうという、そういうスポーツ系の YouTube です。おー、じゃあよかったらみんな見てあげてねー。皆さんお願いします。日本人女性は結構スカート履いてると思いますか？最近はズボンの方が多いですかね。あんまスカート見ないかなって。それについてどう思いますか？全然いいと思います。残念とか思わないですか？全然思わないです。似合ってる服っていうか、自分が好きな服着るだけで女の子映えるから、それでいいかなって思います。じゃあもし、出かけてパンツ姿か、スカート姿どっちの方を相手に出かけてほしいんですか？一緒にショッピングとか行くときとか。そうだな、スカートかな。やっぱりスカートかな、うん、なんか女の子って感じがありますよね、うんうんうん、それはだからスカートの方が好きかなって思います。長さはどこまで着てほしいですか？膝くらい。なんか綺麗に見えません？スタイルが長すぎてもなんかちょっとあれだし、短すぎたら嫌じゃないですか。もっと短いんだったら？もっと短いのはちょっと、ハレンチって感じ。一緒にいると恥ずかしい？恥ずかしくはないです。好きだったら、自分の好きな子だったら、可愛いってなるけど、見る方、こっちが短って思う方もあるから、好きな子には何着てもいいし、何着てほしいって聞かれても、一番好きな服を着てって言いますけど、見る側からしたら、短すぎると、あ、ちょっと短すぎるんじゃないかなってはたまに思っちゃうかな。今日の服装選んだ理由は？今日の服装ですか？これは、東京、今日初めて来たんですけど、そこで好きな服屋さんのポップアップやってたんで、そこで買ったアイテムです。もこもこ、暖かそうですね。暖かい、ギャルっぽいです。そこに合わせては、このすごい大きめのズボン？ジーパンが好きなんで、ジーパンに合うようにスウェットと合わせてみました。おー、いいですね。このスタイルとこのスタイルを全然違うスタイルで仲良しですね。はい、いいですね。じゃあ今日のコーディネート教えてください。私も合わせてモコモコギャルっぽくして、これも最近買ったお気に入りのワンピースなんで、全部合わせて黒にしました。なんで今日ワンピース、なんで今日はズボン？一番好きなんでズボンにしました。おー、じゃあ何の割でスカートとズボンの割は10-0。おー、スカート0。はい。おー、最後にスカートいつ聞いたんですか？高校生の、おー、はい、卒業式。じゃあもう卒業式と一緒にスカート卒業みたいな。はい、そうです。おー、今お呼吸が変だったもう着たくはない、嫌だったんですか？高校の時には。小学校の時もスカート嫌でズボン履いてたんですよ。それぐらいスカートはあんまり履きたくないです。じゃあ中学校高校辛かったんじゃないですか？いや、でも高校はまあ合わせて着てたって感じで、合わせてなんか周りと合わせないというあかんなと思ってスカートを履いた感じです。でももう着なくていいだから楽って感じですかね？はい、最高です。スカートの嫌なところ教えてください。なんか女の子っぽいのがあんまり好きじゃないんで、いつもズボンでかっこよくクールにしてます。クールですよ。スカート選んだ理由は？私短いのが好きなんですけど、なんか若い間しか着れないから、今いっぱい着ようと思ってスカート多いかな。短いのは若い時にしか着れない理由は？なんか大人になったらその年齢層の服に変わっていくから、なんか若い間は若い時にしか似合わない服着ようかな。つまり日本では年を取るごとにスカートが長くなるんですかちょっと短い人は少ないかもしれないです。なんで今日結構短いの選んだんですか？
私まだ10代なんで、今着とこうかな。ってことは、10代の時にはスカートが一番短いんですか？高校生とかが一番短いと思う。じゃあ、高校生、大学生、大学卒業した OL、ママさんみたいな、はい、そんな感じ？はい。私たち今日本のスカートの長さの秘密を知ったような気がします。あれ、今日履いてない、今日履いてない。みんなに聞きたかったのは、日本人女性スカートが多いんですけど、自分は自分の棚の中を考えて何割スカートなんですか？でもなんか結構スカート履くこと少ないです。なんででしょう？なんかカジュアルな洋服が好きだから。履くんですけど、パンツスタイルの方が多いかな。自分の持ってる一番短いスカートはどこの長さまでなんですか？全然膝上もありますし。結構短いじゃないですか。長そうって言ってたんですけど。長いのもあります、うん、膝上でロングブーツとか合わせるのもあります。で、今日のスタイルはこのズボンの上に大きなスウェーターですね。スカートはどのぐらい割合着てますか？あんまり履かないです。かっこよく服を着たいから。かわいいじゃなくて、かわいいにはなりたくないから。なりたくないで言うわ。かわいいが似合わない。似合うスタイルがあれやからな。似合う似合わないの問題やと思います。どんな時にスカート着たいんですか？綺麗めなところに行く時とかは、ワンピースとかスカートとか履いたりはします。私も遊ぶ人と気分によって決めます。どういった時には絶対スカートとかあるんですか？例えば決め入れ目のレストラン行くんやったらそこで着るとか。一緒です。私個人的にドイツなんで、ほぼみんなパンツなんで、逆に日本に来てスカートが多いなと思ってて、しかも短いと思って、自分が今まで着てた一番短いスカートはどこまでだったんですか？どんなくらいやろ。でも結構中学とかの時結構短かったよ、ね、うん、ったと思う。じゃあ日本人女性一番スカート短い時期は中学校？あ、でも高校とか学生時代は結構短いの。なんか制服とかでも今の時代短い子とかもおるから、うん、結構短い。よりによって一番ダメな時期じゃないですか、短いスカート。なんで学校の時にみんな短いんですか？短い方が可愛く着こなせれる感じがするのと、制服は学生時代にしか着れないものやから、メモリ、思い出に残すなら、うん、綺麗な自分で写りたいみたいな。可愛い自分ね。可愛い自分ねっていう感じ。その時には可愛いは OK？ また違う可愛さ、うんうんうん、?3 年間しかできないからこそ。うん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 。あります。おー。面白い。いいこと聞きました。はい。Do girls wear skirts in your country? If so, let us know in the comments down below if they do and if they don't. And if so, why and why not?Let us know in the comments. Also, if you're curious about more stuff here from Japan, check out this video next. There's lots more to find out in Japan. Thanks for watching.